東急株式会社は、東京都渋谷区に本社を置き、不動産事業、交通事業、ホテルリゾート事業、生活サービス事業を手掛ける東急グループの中核を、なす事業持株会社である。大手施設の東急電鉄や東急百貨店、東急ホテルズなどを参加に持つ。純然たる持株会社ではなく、直営で、東急電鉄沿線を中心として、不動産事業などを行う。 事業会社でもある。2019年9月2日に東京急行電鉄株式会社から社名を変更した。東急の名称は東京急行電鉄時代からの略称でもある。渋沢栄一が東京笛原郡の宅地開発とその住民のための交通網と生活基盤整備のために創設した田園都市株式会社を源流とする企業である。 東急グループ各社の統括のほか、東急不動産などとともに東急グループの拠点である渋谷の開発を戦前から行ってきたほか、他のグループ外企業とともに空港のコンセッション事業に共同参画しており、公式サイトでは事業内容を不動産事業としている。旧社名の東京急行電鉄が示す通り、かつては東京都南西部から神奈川県東部において、 路線を展開して鉄起動事業を行っていたが2019年10月1日に同事業を東急電鉄株式会社に会社分割方式で分社化している東急電鉄の名称は2006年1月1日から当時の東京急行電鉄が東京急行に変わって使用を開始した公式な通称によるこの名残で証券コードにおける業種分類では 現在でも陸運業に分類されている。ただし、東急グループ全体として見た場合には、鉄軌道事業の収益に比べて、不動産事業やホテル事業などそれ以外の収益が、はるかに上回っており、連結決算で見た東急グループ全体の営業収益は、毎年1兆円を超える。グループ企業には、路線バスなど交通、不動産開発、小売業、 ホテルリゾートなどに221社8法人がなお、連ねる。東急株式会社は、分社会以前から、東急グループの事業中核会社として認識されており、東急本社あるいは、旧社名の東京急行電鉄に由来する電鉄本社と表現されることが多かった。1947年から1972年まで、プロ野球チームの東急フライヤーズを所有していた。 1964年まで映画制作、配給を手掛ける東映は、東急グループの参加であった。また、かつてグループ企業に日本エアシステムがあったことから、同社の株式移転などにより設立された JAL ルグループの持ち株会社である、株式会社日本航空の筆頭株主だったが、2009年12月から2010年1月までに、同社株を売却し、資本関係は解消している。 東京証券取引所一部上場で日経225の構成銘柄である。女性活躍推進に優れている企業を選定、発表している経済産業省と東京証券取引所との共同企画であるなでしこ銘柄に第1回から6年連続で選定されている。2022年には創立100周年を迎える。 2019年3月27日に行われた取締役会において経営体制の最適化を目的として鉄道事業の分社化を次回株主総会に諮ることを決議した。現流企業である田園都市株式会社の創立101周年の記念日にあたる2019年9月2日に称号を東急株式会社に変更した。同年10月1日をもって 鉄軌道事業を東急電鉄株式会社に分割され、鉄軌道事業においても、東京急行電鉄の称号、故障は用いられなくなる。なお、東急株式会社の英文社名には引き続き、東急コーポレーションを用いるほか、分社後の東急株式会社には直営で、東急沿線を中心とした不動産事業、その他事業が残り、引き続き事業会社としての機能を有するため、 純然たる持ち株会社を意味するホールディングス等の名称は用いないことにしている。これにより大手私鉄で東京を管するのは東京地下鉄のみ、急行がつくのは京浜急行電鉄のみとなった。1943年に東京急行電鉄が刊行した東京横浜電鉄遠隔市によると東急の創設者は東急の母体企業。 田園都市創設者という表現で渋沢栄一となっている。また、渋沢の子である渋沢秀夫も田園都市株式会社の取締役支配人、及び東急電鉄の常任監査役などを務めていた。しかし、東急の事実上の創業者は後藤慶太と認識されている。これは、東急の源流企業である田園都市株式会社を実質的に経営していた。 小林十三がその子会社である目黒蒲田電鉄に当時鉄道省の高級管理であった後藤啓太を経営陣に昇平し、それ以降後藤啓太を中心に同社が東京横浜電鉄、東京急行電鉄と変遷し、現在の東急グループが形成されたからである。とはいえ、東武鉄道の根付や西武鉄道の包み家とは異なり、後藤は資本による 会社支配は行わなかった。つまり、後藤家の東急の持ち株比率は低く、個人株主では国際工業の長野健次が筆頭であった。また、後藤慶太の後継者、後藤昇も資本による会社支配を行わなかったことから、後藤慶太、昇布氏の経営者としての手腕やパーソナリティでグループが結束を保ってきた歴史を有する。 後藤昇の後継者として目された、昇の長男、後藤明は、ホンダ技研工業を経て、東急取締役に就任し、東急建設社長を務めたが、後藤昇に臨まれながらも、東急本社の社長には就任せずに他界した。現在、東急グループの経営陣に、後藤家出身者はいない。現在の社門は、目黒蒲田電鉄時代から数えて四代目。 東京急行電鉄時代から数えて2代目にあたる。大東急が成立した1943年5月1日に制定された仙台社門は杉浦筆水による公案で中央には鉄道を表すレールの断面を会社の飛躍を表す羽をその両側に配置し羽が束縛を意味する円を突き破る姿は会社のさらなる発展を意味している。現在の社門は 創立50周年を記念して1973年5月に制定された。中央の楕円は地球を、白抜きの逆三角形は、東急の T の図案下であるとともに、三角水体論による三角水体の俯瞰図を表し、その先端部が楕円の円周に接することで、事業網が各地に拡大していく様を表現している。下部にある三本の球状のコア楕円を含めて、 三角おもりロ論の構成要素である、東急グループの交通、開発、流通、健康産業の四部門を指し、外側に向かって広がっていく形は、グループの成長、拡大、発展を表している。この社ンは、東急グループの統一マークとしての側面もあり、上部の文字を、東急コーポレーションとする東急株式会社社ンの、 他にもグループ各社の英名を組み込んだバリエーションがある。色にも決まりがあり、赤、東急グループ、東急株式会社、東急電鉄、オレンジ、東急電鉄を除く交通事業、緑、不動産事業、青、流通事業、木、レジャー、サービスホテル事業、その他色となっている。また、それら各社社門の他に文字を、 東急グループとしたグループ統一マークがある。2019年の再編までの歴史の詳細については、東急電鉄歴史を参照。出身校の空欄は、最終在籍大学不明。東急沿線での住宅開発は主に東急、不動産が担っている。東急沿線のみならず、沿線外の地域でも、住宅開発を行っている。ありがとうございます。